ありがとうございました。ありがとうございました。児童についてなんですけれども、感染2人は症状はないと聞いているが、入院して体調の経過を見ている。不安だと思うので、丁寧に児童クラブでは引き続き感染予防対策を徹底していくということで、会見ではそういった2人の男性の選手ですね。高齢の方ではあります。そして一方で自動体調が悪かったりとか、まあ、ご高齢の方がいらっしゃったら、はい、10回の人は10億円の下の方ですよね。そうです、ね、それはジップラインだけじゃないんですよ。そこが10億、この夏初めてのアクティビティがスタートしまして、バービーってありますよ、あの、はいはい、バービーに乗って森の中をめちゃめちゃめちゃおいで。おいで。今度もう、もうちょい今度。全然どうでしょう。このスピードを活用しようというときは、サイオトさんはバギーに乗れて、新しいアドベンチャー、はい、ね、はい、ね、おじゃあ、はい、ね。